わっぴーめちゃくちゃ怖すぎる。これは何を作ったんでしょうか。これは何を作ったんでしょうか。皆さんどうも、ドイヒーです。今日はマインクラフトやっていきましょう。ちょっと待った、ドイヒー。待たずに無視しましょう。ありがとう、気持ちいい。なんだこの二人の会話は。気持ち悪いよ。ツッコミ役がいないとダメだな。このメンバーが揃ったってことはマイクラ対決か。どっちがバケツ100個をマグマでいっぱいにできるか対決か。変な対決考えるなよ。そうじゃなくてじゃんけん対決でしょ。見ててつまんない対決だな。それじゃあフワッティ作り対決でもしますか。あの青鬼に出てくるフワッティね。違うよ、ドスコイブリーフ侍に出てくるフワッティだよ。知らないの出てきた。なんだよドスコイブリーフ侍って。僕が考えた話だよ。ドイヒーくんが考えたやつかよ。それだったらみんな知らないから、今回はマイクラで青鬼のフワッティ作り対決。絶対に勝てないぞ。負けないぞ。だろ。それじゃあお互いのスキン決めていこう。僕はこのハゲてるスキン。僕はこれだよ。僕らのスキンを真似して作ったって人もいるんだ。嬉しいね。それじゃあ真似した人は100万円いただきます。金取るんじゃないよ。それじゃあ僕から不思議種作りやっていくぞ。ふわっぴー作りだからもう忘れたのかよ、バカだな。ふわっぴーを作るのは簡単。紫のブロック重ねて、はい、できました。これのどこがふわっぴーなんだよ。ただ紫の柱だけど。これはふわっぴーですか、それともお稲荷さんですかって聞かれたらふわっぴーでしょ。その2択で聞かれたらふわっぴーだけど、全然違うから。それじゃあ次は僕がやっていくぞ。ドイヒーはちゃんとふわっぴー作ってよ。任せといてよ。僕を誰だと思ってんの。お尻磨きのプロだよ。なんだよお尻磨きって。そんなプロあるわけないでしょ。さあ作業開始だ。まずは枠組みを紫のブロックで作っていこう。枠組みさえできたら肉付けすればいいだけだし簡単だよね。建築が計画的だな。当たり前だよ、建築始めてもう30年だから。嘘つけ、子供じゃないか。足の長さはこんな感じでいいかな。しっかりと確認しながら作業してていいね。そして高さはこれくらいかな。手を作るのは難しそう。斜め下に下がってて丸みを出さなくちゃいけないから四角いブロックで作るのは難しいよね。ではとりあえずこんな感じにしておこう。これで枠組みができました。頭長くなってる。ふわってあんな頭してないから。頭は盛り上がってる方がいいよ、テンション盛り上がるから。みんな頭盛り上げてこう。みんなそんな盛り上げれないから。次は僕の番だ。たまにはまともなもん作ってよ。任せといてって。紫のブロックをどんどん解いていく。これでふわっぴーっぽい形を作ったよ。体小さすぎだな。これに目と口をつけたら、はい、出来上がり。雑すぎるふわっぴーだな。これ見てたら僕怖くて震えてきたよ。怖くないだろう、ふわっぴーに見えないから。それじゃあ続きをやっていこう。まずあの頭直してほしいよ。まだ枠しかないのでどんどん肉付けをしていきましょう。これで足に立体感が出てきたよ。たくさん肉付けしてぽっちゃりにしようかな。ふわっぴーぽっちゃりじゃないから。ぽっちゃりのふわっぴーぽちゃっぴー。変なキャラ作らないでよ。いい感じに足ができたぞ。体にもどんどん肉付けをしていく。そして腕が難しいよ。どうやったらこの斜めに丸みを出すことができるんだろうな。腕が変な感じだよね。変なのは頭だよ。何ポコッと出てるところうまく丸み出してんだよ。頭出てたっていいじゃん、君アホ出てんだから。そういう問題じゃないから。ふわっぴー出てないから。仕方ないな、アホマッチョくんがそこまでプー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 言うならなおすよ。ブー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 ね。
プー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 だったらずっと鳴らしてるみたいじゃん。そして僕アゴマッチョくんじゃないから。頭直して体により立体感出してみたよ。それじゃあ顔作っていこう。まずは口を作って、次に鼻。ふわって鼻なんてあったっけ。そして目を作って、はい、できました。これのどこがふわってなんだよ。顔全く別人じゃないか。どっからどう見てもフワッティじゃないか。どすこいブリーフ侍に出てくる。そっちのフワッティ誰も知らないから、青に出てくるフワッティ作って。それなら僕に任せてください。任せらんないよ、バカ銀だけには。まずは紫のブロックを重ねて体を作っていく。今回は本格的に作り出したね。これは期待できるか。はい、体できました。体しょぼ、ちょっとでも期待した自分がバカだったよ。ここに目をつけて口を作っていく。なんかすごい飛び出てんだけど。長い歯がいっぱいあるのを表現するには飛び出すしかないから。ふわっぴーこんな出っ歯じゃないから。口を作ってちょっと手直しして、はい、できました。これのどこがふわっぴーなんだよ。目がめちゃくちゃ似てるね。どこがだよ、ただ黒いブロックつけただけじゃないか。歯が前に出てるよ。これじゃ物噛めないじゃん。誰だよこんなの作ったの。自分だろう。さっき作ったばっかりなのに忘れるなよ。僕はもう完成したからやることないな。どこが完成だよ、全然ふわっぴーじゃないから。でもこれでもドイヒー君の勝ちだけどね。仕方ないな、青鬼のフワッティ作るか。壊して新しい顔作っていこう。フワッティは口作るのが難しそうだよね、歯がいっぱいあるから。でも頑張って、口の中歯いっぱいに。これは葉っぱじゃん、こっちの歯じゃないから。これでいいじゃん、歯作るのめんどくさいんだもん。めんどくさいって言っちゃったよ。黒いブロックでジグザグに見えるように頑張ってやってみますか。ジグザグで一本一本が長いからね。こんな感じでどうだろう。おー、すごいフワッティの口っぽいよ。口ができたから次に作るのは鼻。だからフワッティ鼻ないって。あと目を作れば、はい、できました。さっきのやつじゃねえかよ、顔が全然フワッティにならないよ。それじゃ次は僕の番だ。歯がめっちゃ伸びてる。勝手に伸びるなんて怖すぎる。勝手に伸びないよ、バカキンが伸ばしたんでしょ。僕伸ばしてないよ。じゃあやっぱり勝手に伸びたんだ。バカだから伸ばしたこと忘れてるだけ。ちゃんと伸ばしてる映像もあるから。それじゃあ頑張って作っていくぞ。バカキンもうやらなくていいだろう。それじゃあ緑色のブロックを使って作っていくぞ。ふわっぴー緑色使わないよ。色違いの緑も使って、はい、できました。どこがふわっぴーだよ、なんだよこれ。これはどっからどう見たって不思議だねじゃないか。なんで不思議だねなんか作ったんだよ。例えば最初に不思議だね作り対決って勘違いしてたな。大木戸博士からこれ出されたらこれに決めちゃうな。決めないよ、ただのガラクタだから。それでは今回の対決結果発表いきましょう。これで終わり。ちゃんとフワッティ作ろうよ。僕はまだまだ作る気満々だよ。バカキンはもう作らなくていいよ。そこまで言うんだったら目をしっかりと作りますか。フワッティの目はまん丸だからね。四角でどうまん丸を表現するか。四角で作るって難しいよね。こんな感じはどうかな。目の位置高いな。そしてどこ見てんだよ。もっと目の位置は低いよ。じゃあ足の下くらい。それは低すぎだろう。ちょうどいい位置にしてよ。それじゃあもう少し低い位置で作っていこう。これぐらいの位置かな。位置は良くなったけど目かわいいな。人を襲うやつには見えないな。じゃあもっとこんな感じかな。黒目多くなったけどまだまだかわいいな。じゃあ今度こんな感じ。これは今度目がでかすぎじゃない。さっきからずっと文句ばっかり言ってくるな。文句だから、文句みたいに叫んでないから。じゃあこんな感じかな。急にめちゃくちゃ怖くなったな。
これ見ちゃうとさっきの可愛い方がよく見えてくる。ハイフアッティできました。今にもドイヒーが食べられそうだよ。口開いたらこんな感じ。怖えっていうかまたすごい出っ歯だ。これはさっきのバカキンからあんをいただきました。僕こんなの作ったっけ。また忘れちゃってるよ、バカだな。それじゃあ次は僕の番だ。まだやる気かよ。もう終わりでいいだろう、どうせろくなもん作んないんだから。それじゃあ作っていくぞ。濃いめの灰色、そして白、肌色、黄色といて、はい、できました。またフワッティじゃないもん作ってるよ。なんだよこれ。これはたけし。確かにたけしと一緒の色使いだけども、フワッティ作りだから。というわけで今回の対決結果は引き分け。どう見たってドイヒの勝ちだろう。だってバカキンから口のアイデアいただいたし、なんなら僕の負けだよ。そもそもドイヒが審査してんのがいけないな。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッ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 チャンネル登録よろしく。